今回はマイクラの最先端モッドを実際にプレイしていきます。どうもやさごちゃひろです。マイクラには様々なモッドが存在しますが、今回は今まで見たことがない最先端のマイクラモッドを実際にプレイしていきます。ということで一つ目のモッドを入れてきました。こちら最初の画面なんですが、もうすでになんか違うでしょう。だからここに僕がいるし、一つ目のモッドはエッセンシャルモッドです。このエッセンシャルモッド何かというと、このモッドを使うことでなんとマイクラのサーバーがいらなくなります。ここにあるソーシャル、これを開くとフレンドをね見ることができます。このエッセンシャルモッドはエッセンシャルモッドを入れてる同士でフレンドになることができて、そしてフレンドをね自分のワールドに招待することができます。今までマイクラってマルチやるのにサーバー借りたり建てたりしないといけなかったんですが、そのめんどくささをモッドの力でなくすっていうね、どんな技術が使われてるんだこれ。ということで実際にね今回フレンド追加していきましょう。これ右のアドドフレンドで友達のユーザーネームを書きます。ミレス君にねフレンドリクエストを送りました。はい、ということでミレス君がフレンドになりました。これで準備 OK です。あとはシングルプレイでなんか適当にワールドを作ります。そしたらインバイトってところでこうフレンドを招待できるんですよ。お、ミレス君入ってきた。そしてねこのモッドやばいところが、なんと VC モッド入れるだけで使えるんですよ。あ、ミレス君聞こえる？おー、これを使うことでなんと友達と VC モッドをね使って簡単にマイクラで遊ぶことができます。これやばいね。やばすぎ。今までサーバーとかさ立てるのちょっと難しいからできなかったよって人も、もう簡単に、ミレス君できた？簡単にできた？これ超簡単に。ポチポチ押すだけ。これ案件か。これしかもミレス君ラグある。今ラグ一切ない。やばいよね。変にさサーバー作るより軽いかもしれん、こっちの方が。そう、無料サーバーとかそういうのより。いや、そう。ということで今回はこんな感じに最先端のモッドを紹介していくので、マイクラのモッド進化しすぎだと思った人はチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次のモッドに行きましょう。ということで2つ目のモッドの世界にやってきました。一見何も変わらないマイクラですが、 F1 押してみましょうか。 F1 なんか僕の手がというか左上にネタバレされてるんだけど、そう、こちら僕がキュルキュルの美少女になってます。キュルリン。以前 MMD をマイクラに導入するモッドを紹介しましたが、こちらはねマイクラっぽさを残したまま自分の好きなキャラでプレイできるという風なモッドになってます。スキンもここまで来たかって感じしない？すごい、ジャンプするとこうなるし、走ってるモーションもちゃんとある。でしかもしゃがむと、おお、これすごい、まずい。これは、そしてジャンプしてもこれまずいですね。これはキャラ編って何の意味があるのってね思う人いるかもしれないけど、やっぱ好きなキャラとかかわちいキャラでやるとテンション上がるんでね、そこですね。でこのモデルだけではなく、こちらのモッドこんな感じにいろんなモデルが存在します。なんかちょっとリアルにしたアレックスもいます。これ可愛いけどなんか妙にリアルだな。他にも多分デフォであるキツネさんなんだけど、かわちい。これも、おーすごい、体育座りするしゃがみをすると、これできないか。これ、おーほーほー、これ恒例行事。ここにあるモデルだけではなく、他にも配布されてるモデルを追加することで、えい、おー、めっちゃ追加されてる。31項目も追加されてるんだけど、なんかこんな、すごいな。これ特殊性癖の人に刺さりそうなクモスキン、こういうモンムスもいたり、私ドゥみんないいなり、これもいます。これシフト押すとちゃんとカモの足になるのおもろいんだけど、すごい、原神系のキャラもいる。え、パイモン浮いてる、すげえ。ヘコーラのママもいるぞ。アティシもいる。アティシルシアはいないのか。これあれじゃないの、こんなの誰がドゥ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 のさじゃないの。これなんかこのモデルすごい成功ですね。これめっちゃ細かい。マイクラの視覚の表現だけでこんなものが作れるって、これすごいですね。すごい時代になったな。ということで自分の好きなキャラで遊びたい皆さん、ぜひこちらのモッド入れて遊んでみてください。ということで3つ目のモッドは日本ではあまり話題になってないんですが、海外だとね強化版リプレイモッドとして超話題になったモッドです。こちらねマイクラの域を超えたモッドになってます。実際に使ってみましょうか。これメニュー画面を押すとスタートレコーディングってあるね。じゃこれを押してスタートレコーディング、あ今レコーディングされてる。じゃあ僕のね華麗なプレイを、これほらストレイフしていきます。ちゃんとねこれしっかりと撮ってで、フィニッシュレコーディングと、で、セーブリプレイ。まあ、ここまでは正直、リプレイモッドとそんな変わらないですよね。しかし、ここからがやばくなります。こちらのモッド、リプレイモッドと同じように、一回ワールドを出ます。ここにカメラマークがあるんですが、これを押して、このリプレイを開く。もうここからびっくりしますよ。オープンリプレイ。すると、はい、見てください。え？プレミアプロ？ばっこり編集画面みたいになってるんだけど。そう、こちらね、もう強化版リプレイモッドって言った意味が一瞬で分かったでしょ。こんな感じに、もう詳細に分かりやすい UI でリプレイをすることができます。スタートリプレイ。さっきの僕の動きが、あ、見れる。あ、かっこいい動きしてんだろうな、僕。
何してんだ僕は。あれ、もっと僕の脳内だとこう俊敏な動きでかっこよく動いてるはずなんだけど、でここでねカメラとかこういうやつ入れれるんだよね。ちょっとね編集してみましょう。あんまり僕も詳しくないんですが、ここでキーフレームつける、で離れてこの辺にキーフレームを1個つける、するとこういう感じにね動かすことができると。うわ、これ楽じゃない？やったことある人しかわかんないかもしれないけど、リプレイモッドだとちょっと難しいんですよ。よくわかんないんだよねこれ。じゃあさ、これでカメラ追加してこの超低この画面までします。するとどうなるか。ブオン、おーすげえ。このミスタービーストみたいなことが、リプレイモッドでちょっと難しい。これがね、プレミアとかマイメーターとかいじってる人だと、直感的操作で作ることができる。スピードとか作れるのこれ。スピードを上げるってこと？これでどうなるか。ビュンって。おお。で、しかも、カメラシェイク。あ、この手ブレみたいな、若干の手ブレ効果みたいなことも簡単につけることができると。おお、何に興奮してるかわからない人はわかんないと思うけど、これすごいですよ。これでさ、一回書き出してみましょうか。FFMPG みたいな入れなくていいのかな？なんか何も入れずに全然できたんだけど。ということで、僕が今書き出した動画がこちらです。どうですか皆さん。ちょっとありえないぐらい便利だよね。もう多分これを知ったらリプレイモッドには戻れないぐらいには、かなりめちゃめちゃすごいモッドなんじゃないでしょうか。正直レベチですこのモッド。最後のモッドはワイキャラの建築に革命が起きます。ということで4つ目のモッドを入れてきました。こちらのモッドね、建築勢の方はね名前聞いたことあるかもしれないモッドなんですが、アキシオムモッドといってワイキャラの建築に革命を起こしたモッドです。このモッドでは直感的に建築をすることができるようになるみたいです。って言われてもよくわかんないと思うんで、実際にちょっといじってみましょうか。ビルダーモード、左オルトを押すことでビルダーモードになれるらしい。左オルト、おお、すごい。なんだこれ、ちょっと勉強必要そうだなこれ。で、右でエディターモード、おお、すごい。ちょっとね気づいた人いるかもしんないけど、こちら先ほどのフラッシュバックモッドとね同じ作者の方が作ってるモッドです。どんだけ革命を起こすんだその人は。一般的に作れるって何かっていうと、球体を、わ、すごい。見て、わかりましたか今。これで、こうするだけで、建築をすることができる。おー、すごいすごいすごい。どんどんできてく。このさ、アクティブブロックってやつを、TNT にするじゃん。TNT にして、こうすると、おー、すごい。ドバーって出てくる。小学生がやる遊びしてる今。特で、こんな感じに、整地もできるんだ。こうしちゃえば、おほら、これで、はい、パーンと、一気に、地形生成することができます。ワールドエディットとかさ、結構コマンドとか駆使しないと使えないんですが、コマンドなしでこんなことができてしまうの？ほら、やばくない？今僕が作ったこの小学生の山も一気に、しかも範囲もこれ広げること、うお、すごいこれ。これ一気に、パコーンって削って、岩ツール、岩ツールでビーコンして、で何を設置するか、ばっこりの範囲でかくして、ダイヤモンド設置します。おー、すごい！これダイヤモンドばっこりとガンゴリとこう決めていく、ここに。そしたらこれビーコン、ビコーン、これ反応するのかな、これ。どうなる？どうなっちゃうの？うわぁ！やりすぎた。もうこれビーコンビコーンしてるぞ、さすがに。これで戻る。うわ、すごい。バカみたいな遊びしてるぞ、今。とんでもない光景が見れるぞ、これ。ちょっと僕もここに建築してみます。何ができるか皆さん、当ててみてください。まず必要なものは、これをこんもりと上げていく。ばっこりとね。高さもこれ選べる。おぉ、すごい。この後どうするか。この後ここにね、キューブ、球体。こうする。これもこうする。最後、桃色のコンクリート。これで、装飾と。はい、限界コードになっちゃった。限界コードなんで、溶かしツールでね、一旦溶かします。おー、できたか。それで描画距離を上げましょう。おー、できた！すごいぞ、これは！お、おっきい。なんか削り取られちゃった。なんかザ・ハンドが削っていったんだけど、僕の。おぉ。建築税に怒られそう。でこんな巨大な建築も一瞬で作れるわけだからね。僕はそれを証明したかった。このモッド使いこなしたら本当に直感的に建築できるし、センスある人だったらよりすごい建築とかできそうだよね、これ。巨大建築作ってみたい人にぴったりの最強モッドだと思います。ということで今回はマイクラの最先端モッドを実際にプレイしてみました。この動画いいなと思った人はチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。